背景です。今回は西武の外野手争いグロすぎてマジ笑えない件ということで、今回はですねライオンズの外野手争いについて話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、西武の外野手争いが深刻すぎる件ということで話していこうと思います。ライオンズのね外野陣なんですけれども、まあ皆さんもご存知の通り、まあ今シーズンもまあね本当にもうシーズン終わり間際になるんですが、かなりやばいということになっております。2018年から5年間レギュラー選手の育成ができておりません。で、まあ秋山翔吾選手がですね2020年からメジャーに移籍をしてからですね、まあずっともう外野のレギュラーっていうところがまあ3枠あるんですけど、まあ3枠とも埋まっていないというような状況。まあスパンジェンバーグ選手、オグレディ選手などまあちょくちょく外国人をね獲得しながらまあなんとか繋いでるっていうところではあるんですが、まあ、ただね、結局その外国人の選手たちも、まあ、1年2年で結局終わって続かないというような状況で、こうずっとね、長期的にレギュラーを、まあ、持っている選手っていうのが、まあ、こう2020年から全くいないというような感じになってしまっています。で、やはりね、今年こそ、まあ、レギュラーの選手、誰か出てきてほしいということ、まあ、監督も変わりましたし、まあ、一個ね、区切りにもなったので、まあ、新しい選手誰か出てきてくれとこうだったんですが、まあ、今シーズンもね、誰もレギュラーをつかむことができずに、まあ、このまま終わってしまったと。いうことになっております。まあね、本当にこんなレギュラーがね一人も埋まっていないっていうのは、まあどのチームを見てもライオンズだけなので、やはりねこういった深刻すぎる現状っていうのをね、まあデータとかを見てみながら簡単に話していきたいなというふうに思います。まあまずはですね、ライオンズのね外野陣の一軍の打率、出塁率、 OPS っていうところをまあ見ていこうかなというふうに思うんですけど、まあやっぱりこうライオンズの外野陣何がやばいかっていうと、やっぱり打撃っていうところが非常にまあ、まずいことになっているんですね。まあ、とにかく打てる選手がもういないというような状況。まあ、だからこそやっぱりレギュラーがこう埋まっていないというところがあります。まあ、こういうね、一軍の打率、出塁率、OPS、栗山除くっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、栗山選手はね、まあ、基本的にはやっぱ指名打者戦の選手になるので、まあ、一応外野手登録ではあるんですが、ここからは外しております。で、まあ、一軍のね、この成績になって、まあ、今シーズン一軍に、まあ、10選手が、外野手として、出場したということになるんですけれども、まあ一人一人ね、成績がこんな感じになっております。まあやはりね、こう見て苦しいのが、まあ基本的にやっぱり打率に関しては1割台から2割台前半、まあ2割5分も打っている選手が打率に関してはいないですし、まあ出塁率ってところを見ても、やはりまあ3割を超えている選手っていうのが誰もいない。まあ出塁率3割超えないっていうのは結構やばいと思うんですけど、まあ誰一人として3割をオーバーしていないということになっております。で、OPS に関しても、まあ、長谷川選手と若林学人選手だけがね、まあ、6割超えてるってところですし、まあ、この2人も別にそんなね、ずっと1軍で出ているっていうわけではないので、まあ、基本的にね、やっぱり5割台だったりとか、まあ、人によってはね、4割台の人もいるっていう感じになっていて、まあ、結構ね、この全体的に見ても深刻かなというふうに思います。で、まずやっぱりペイトー選手。まあ、今年ね、外野のレギュラー獲得してほしいっていうところで期待をされたいってきた、まあ、新しい助っ人の選手になるんですけど、まあね、一応開幕1軍は入ったんですが、まあ、故障とかもあってね、なかなか思うような成績を残せなくて、まあ、今は2軍に行ってしまいました。まあ、まずこのペイトン選手が不活に終わってしまったというところ。まあ、ここはね、まずかなり外野事情1個苦しいところだったかなというふうに思います。で、その中で開幕からね、ずっと使われて期待をされていた愛斗選手、鈴木翔平選手も、まあ開幕当初はね、結構打ったりしてました。特に愛斗選手ですね。まあ一番バッターとかで打ったりもしていたんですが、まあ結局やっぱりね、終わってみれば、まあ例年と大きく変わらない成績。まあなんならちょっとね、昨年とかよりもホームラン数少なくなったりとか落ちてしまっているという形になっております。で、あとは西川真也選手ですね。まあ4年ぶりのヒットっていうのが、やはり今年出てですね、まあずっとヒットは出てない中で、まあ苦しかったんですが、まあ一個ね、そこのトンネルは抜けたんですけれども、まあもちろんね、いい活躍はしてくれてる時もあるし、まあ今日のね、試合でもこう打ったりとか、あ、昨日の試合とかでもね、打ったりとかしてくれてはいたんですが、やはり成績を見ると2割2分4厘で、まあ OPS が5割4分2厘なんで、まあ正直もうね、6年目ですし、やはりドラフト2位で入ってきているっていうところを考えると、まあ正直やっぱり寂しい数字かなというふうには思います。やっぱり同世代だと、まあ清宮選手だったり安田選手だったり村上選手、まああとはもう西武には平投手だったりね、こうそういった選手たちがいる中で、まあこの成績っていうふうになりますので、やはりね、ちょっと寂しい成績かなというところではあります。で、若林学人選手に関しても、まあいい時もあっ
ったはあったんですけど、結局ね、やっぱり今年も故障とかもあって、夏場以降は、まあ、1軍での出場はない、ずっと2軍、3軍っていうところになってしまっているというのがあります。やっぱりね、若林選手に関してはフィジカル面でかなりね、問題があるのかなというところですね。まあこれはね、結局毎年のことって感じになってますよね。で、岸選手に関しては、昨シーズンちょっとね、怪我で苦しんだ部分はあって、で、今シーズンはね、結構フィジカル面は、まあ元気にね、こうずっと1軍にも帯同してくれてはいるんですが、まあやっぱりね、今シーズンもなかなか定位置をつかむことっていうところがね、できていないということになっております。そしてやはりね、厳しいのがベテランの金子選手。まあ開幕からずっと1軍にいてね、結構成績悪い中でも我慢してこう使ってもらってはいたんですが、まあ結局結果残せず、まあ打率もこの中ではね、まあ高木選手に続く2番目に悪い数字ということになってしまいました。で、まあ後半戦はもうずっと2軍で、まあ2軍でもね、ちょっと思うような成績を残せていないというところがあります。で、今年がね、4年契約の最終年ということになるので、まあ正直本当に来シーズンの去就すら、まあさすがにね、まあリリースはないかなと思うんです。でもそういう風に感じさせてしまうぐらい危うい状況なのは間違いないんじゃないかなという風には思いますね。まあ金子選手はね、本当に年齢的な部分でもかなり危ないです。で、続いて高木渉選手ですね。まあ昨シーズンは2軍でホームラン王を獲得したんですして、まあ今年こそはね、1軍で結果を出したいっていうところであったんですけど、まあ結局やっぱり1軍で、まあ結果を残すことができなくて、で、やっぱり後半戦は打席すら与えてもらっていないというところがありました。で、一時はね、まあ3軍に行っていた時もあったし、まあ立場はかなり厳しくなってきているかなというふうには思います。まあやはりね、こう1軍になかなかチャンスをもらえていないっていうところ、ここはもう首脳陣からあんまり期待をされていなかったりとか、まあ構想に入ってきていないっていうところになりますので、やはりそこはね、かなり厳しくなってきているところかなというところですね。まあそんな厳しい外野陣の中で、まあ存在感を示したのが、まあまず高卒3年目の長谷川慎也選手ですね。まあ昨シーズンもちょくちょくまあ1軍に出ていて、まあ2軍でも結果を残していた長谷川選手。まあ昨シーズンの夏にね、まだ試合が登録されたばっかりで、まあ昨シーズンの途中から1軍に出始めて、で、まあ本当に実質2年目、まあ 1.5 年目みたいなシーズンだったんですけれども、まあこの中では最も高い OPS を残していますし、まあ2軍でも本当にね、圧倒的な成績を残しているというところがあります。で、やはりサヨナラホームラン打ったりだとか、土壇場でこう9回同点ホームラン打ったりだとか、まあそういった勝負どころでの一発っていうところもね、非常に光りましたし、まあやはり彼はまだ高卒3年目で、しかも育成出身ところを考えると、まあこの成績はね、本当に十分かなというふうには思いますね。やはり安川選手はね、本当にもう来シーズンのレギュラーヒット候補と言っていいんじゃないかなと思います。で、もう一人はやっぱりルーキーの蛭間選手。まあ一時はね、3番に定着するほど非常にこう活躍を見せていて、まあ結局成績的にはね、他の外野手の選手たちそんなに遜色ない成績ではあるんですが、ただやっぱりルーキーっていうところを考えると、まあ1年目からこれだけ打てているってところはね、非常にいいんじゃないかなと思いますし、まあ良かったところをやっぱり見ると高い適応力は十分見せてくれていたかなというふうに思います。まあ来シーズンはやっぱりね、この長谷川選手、蛭間選手の2人を、まあレギュラーとして育成していくっていう方針でもね、十分いいんじゃないかな。それぐらいのものをやっぱりこの2人は、まあこの数少ない外人の中ではね、非常にいいものを見せてくれたかなというふうに思います。で、今後の外野手争いはどうなっていくのかとこうなんですけど、まあ夏場にね、川越選手が中日に今トレードされたっていうのがあったと思います。やはりですね、まあもう本当にこう何年も、まあ外野手争いっていうのが、まあ2020年から本格的にね、こう言われ始めてきて、で、その中でやっぱり結果を残せていない、まあ誰もレギュラーになっていないっていうのが今の現状なわけですよね。そうなってくるとやっぱりこの川越選手みたいに、まあ他球団にまあリリースをされてしまう選手っていうのも、まあちょくちょくやっぱりね、この奥にも出てくるんじゃないかなというふうには思っております。まあ戦力外もそうですし、まあ現役ドラフトっていうところも昨年から導入されてるので、やはりね、そういったところに出される選手っていうところもね、まあこの中から僕はもう数人出てくるんじゃないかなというふうに思います。さすがにね、もう本当にこれを何年か、まあ20年、21年、23年と、まあ22年、23年って4年間ですよね。4年間もう全く出てきていないっていう状態で、この4年間ずっとチャンスをもらい続けている選手たちもいるわけですよね。その中でもやっぱり結果を残せていない選手がいるわけなので、そうなってくるとやっぱりもう本当に川越選手もまあその一人だったっていうのがあるので、やっぱりリリースされる選手は僕はもう出てくるかなと思いますね。まあ、まず金子選手、もう年齢も33歳で、今季が4年契約の最終年ということになります。まあ、功労者になるので、さすがにね、こう契約最終年で、まあ、戦力外っていうところは、まあ、ライオンズのね、こう、球団の体質的にも、それはしないんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、やっぱりもう大減俸は免れないし、まあ、そうなるともう本当に来シーズンはもう安心してられないんじゃないかなというふうに思います。で、あとはね、鈴木翔平選手、愛斗選手、岸選手のこの3人ですよね。
この3人はもう年齢的にも20代半ばから後半に差し掛かっていて、で1軍でももうこの3人600打席以上みんな立ってるんですね。で愛斗選手に関してはもう1000打席以上立っているということになっております。その中でやっぱりこの3人ともね、こう数年で大きな成長を示すことができていないっていうところはやっぱりね、かなり厳しいんじゃないかなというふうに思うので、まあそれこそやっぱり現役ドラフトだったりとかトレード、まあもちろん1軍の試合に出てるので戦力外はないかなと思うんですけど、やっぱり現役ドラフトだったりトレードでのリリースってところはね、この3人は僕十分あるんじゃないかなと思いますね。で若林学人選手に関しても、まあさすがにねリリースはないと思うんですけど、もう来シーズンも4年目になるわけですよね。もう大卒4年目って考えたら、もう年齢的にも26歳の年来年なるので、さすがにそろそろ1軍定着はしないとね、もう厳しいんじゃないかなというふうにも思いますし、で高木渡選手に関しても今シーズンも6年目ということになるんですが、まあ2軍成績もホームランを獲得し昨シーズンよりもね下降してしまっているってところだったりとか、まあ1軍でもやっぱり結果を残せてなくて、まあここ最近に関してはもうチャンスすらも与えられていないっていうところを考えると、もう本当に今シーズンのオフ戦力外の対象に僕は高木選手はもう十分なってきてしまうんじゃないかなというふうに思っています。もうこのようにですね、ライオンズの外野陣はもう本当にね、今のような停滞している状態っていうのがもう本当に4年間続いてしまっているような状況なんで、まあ本当にね、もうどの選手も僕はうかうかしられるような状況ではないかなというふうに思ってますね。まあ特にこの1軍ね、結構試合に出てる選手、まあペイトン選手、金子選手はもうもちろんです。年齢的にもそうですし、まあそれ以外にも今までね、こうたくさん1軍でチャンスを与えられてきた選手たちっていうところは、まあ本当にもうそろそろいよいよね、うかうかしられないかなというところです。で、ファームってところを見るとですね、やはり中見川選手など最近非常に2軍でいい活躍を見せておりますし、まあ、まだ2軍であんまり試合には出てないですが、まあ今年のドラフトに古川雄大選手も、まあプロスペクトとしています。まあ本当に今年のドラフト次第では一気にこの外野手のメンバー、まあ今結構20代半ばから後半に差し掛かる選手たちっていうところを、まあ一気にリリースして、まあ世代交代を図る可能性っていうのも、まあ十分あるんじゃないかなと思いますし、やっぱりそれぐらいの危機感を、やっぱり持っていってほしいなというふうに思いますね。まあ本当に先ほども言いましたけど、12球団でも外野のレギュラーが一人もいないっていうのは、もうライオンズだけですし、もう外野陣の OPS ってところも、あの12球団でもダントツで低いので、やっぱりこの状況を、まあ球団がね、まあどれだけまず深刻に受け止めるか、もちろん選手自身もそうなんですけど、やっぱり球団が、もうこの状態が、もう何年も続いてしまっているっていうところを、どれだけやっぱ深刻に受け止めて、そしてこのオフどういった動きをするのか、まあ、秋山選手が抜けて、まあ、外国人選手もね、ずっと当たってない中で、やはりね、まあ、大きな補強もなかなかできてないわけですよね。うん。で、育成もやっぱりできていないっていう現状があって、まあ、そこをやっぱりどういう風に受け止めてね、このオフどう動くのかっていうところ。まあ、本当にね、やはりここがまず固まってこないと、本当にライオンズのもう来シーズン以降の浮上だったりとか、まあ、A クラス優勝ってところは、なかなかやっぱ見えてこないんじゃないかなという風に思うので、やはりまずはこういったところでしっかり戦力整備をね、まあ、FA なりトレードなりでね、選手を集めるとか、まあ、ドラフトもね、本当にちょっといい野手を取ってくるとかね、まあ、そういった動きっていうのをやっていってほしいなというふうに思います。もう来シーズンこそは本当にフロントの、まあ、最大限の努力、そして、まあ、ここに名前が出ている選手たち、まあ、それ以外の選手たちの奮起っていうところに期待をしてですね、なんとかこの状況いい加減、もう来シーズンで本当に5年目になりますから、さすがにもうガイアドングリーズ、誰か抜け出してほしいなと、いうふうに思っております。まあ今シーズンもね、結局このレギュラー埋まらずってところで終わってしまいましたけれども、まあ来シーズン以降はね、必ず誰かレギュラー取ってくることを信じて、期待していきたいと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。